て全部ですかね。うん、あの空母が敵機関だとすれば、残存艦がいたとしてももう撤退を開始しているかもしれんな。雪風の土地郎さんより通信です。これより大和に説明するとのことです。すまないが、ちょっと出てくる。その間頼んだぞ。え？あ、了解です。古代さん、どうしたんだろう。鈍いやつだな、お前は。ユキさんのことに決まってるだろ。ユキさん、無事かな。とにかく、今は古代を休ませてやろうじゃないか。つかの間の休息だろうがな。白王子様、私もちょっと休んできます。なあ、レーダーの修理にはもう少しかかりそうだからな。ゆっくりしてこい。俺も船外修理に出てくる。環境のことはしばらく頼んだぞ。了解です。あれ？ん？どうしたんだ？うん、土地郎さんが雪風で現れた時、ミオが反応を発見したんだったよな。ああ、確かそうだったと思うが、それがどうかしたのか？レーダーが壊れてるのに、ミオはどうやって雪風を見つけたんだ？まさかな。ユキ、早く！コダイくん！ユキ！ユキ！しっかりしろ、ユキ！あ、ユキ！ユキ、無事でいてくれ。寂しそうね、おじさま。ミオか。君に何がわかるんだ。第一、俺はおじさまなんかじゃない。いいえ、おじさまよ。ん？ほら、私をよく見て、わからない？私よ、サーシアよ。サーシア？そんな、君が兄さんとスターシアさんの子供？しかし、まさか。驚くのも無理ないでしょうね。でも、これは当分、真田さんと私たちの秘密ね。そうしよう。しかし、サーシア、君は。少し見ない間に、私がこんなに大きくなったことが不思議なんでしょ？
私の体にはイスカンダル星人のお母様の血が半分流れているわ。イスカンダル人は大人になるまでの成長がすごく早いの。でも周りの人を驚かせてもいけないし、それに地球は私が育つのに合わないところもあって、だからお父様は私を真田さんに預けてイカロスで育てていただいたの。そうだったのか。本当はイスカンダルで育つのが一番だったんでしょうけど、いつかイスカンダルで暮らせるようになったら、私はきっとあの星で暮らすんでしょうね。そして私は名前がサーシアからスターシアに変わるの。お母様の名を受け継ぐのよ。イスカンダルの女王の名前、それがスターシア。そして次の王位継承者の名前がサーシア。イスカンダルの女王は代々そうしてきたんだって。だからお母様のお母様もスターシアって名前だったのね。でも私はもう一つ名前を持ってるわ。素敵な名前、真田美代って名前を。お母さん、スターシアさんとは一度も会ったことはないわ。でもいつも心の中で話しかけている。お母様はいつだって私のことを見守ってくれているの。お父様にももう長い間会っていないわ。今頃どこで何をしているのかしら。兄さんは地球への侵攻が開始される前から防衛軍の第7艦隊を率いて長期のテスト航海に出ているらしい。残念ながら連絡もないし消息もつかめないんだけど、兄さんなら何があっても生きているさ。なーに、すぐに会えるよ。そうね、きっとすぐね。お母様にもきっと会えるわ。ああ、そうだな。それまではおじさまがお父様の代わりね。ああ、俺で兄さんの代わりが務まるのならな。